久しぶりだね。ニュージャパンワールドのカメラだったら優しくうんってしてくれたのに、ニュージャパンワールドのカメラが恋しいよ。そんなことはどうでもいいんだよ。今日本だけじゃなくて世界中がお前らも知ってるようにコロナウイルスのせいで大変なことになってる。日々状況も変わっていて、この映像を撮っている今日とお前らがこれを見てくれている今日ではおそらくまた状況も変わってると思う。まあ少しでもいい方向に行ってくれていることを本当に心から願っている。そこでだ、お前らちゃんとステイホームしてるか。吉祥寺に用もないのに川も行ってねえだろうな。地元でもないのに江ノ島にサーフィンなんかやりに行ってないだろうな。特にロスインゴのファン、お前らはマナーがなってない。俺はとても心配してるぞ。まあそれはさておき、今日俺が紹介するのは俺のベスト退場だ。まあ今まで俺もいろんな会場で退場してきたけど、やっぱり俺が選ぶベスト退場は、じゃあベスト退場ってなんだよ。ベスト、もっとなんかベストフィニッシュとかベストバウトとかなんかいろいろあるだろう。ベスト入場とか。ベスト退場ってなんだよ、ニュージャパンワールド。もうそれもう逆に候補少ないだろう。あれしかないだろう、逆に言えば。もっとちゃんと雑だな、扱いが。もうだからもう俺が選ぶベスト退場は、もうお望み通り、1月5日に、徹夜を襲撃した後の、あの、帰り道だ。最後の締めはもちろん、イービル、ブッシュ、サナダ、ヒロム、高木、
バーガー。何回見てもいいな。今見ても思い出すよ、あのロスインゴファンのアホたちの罵声が。な、ずっとお前たちはそのままでいればいいんだよ。わかるか？たまにアホが俺のツイッターに、ツイッターに、あ、実はいい人だとか、なんかファンになりましたとか。余計なお世話だから。でもまあそうやって俺の手のひらの上で転がってればいいんだよな。またプロレス大会のその日までしっかり俺の手のひらで転がって、またプロレスが再開した時にはまたお前らのことをムカつかせてやるからよ。楽しみにしとけよな。だからそれまでしっかり自分の身は自分で守って、 Stay home Stay healthy、それは守って全員誰一人欠かすことなくまた会場に来い。わかった？だからまあ結局俺が何が言いたいかっていうと、ツイッターでよしあしに絡んだらなんか変に急に真面目な返信されちゃって、なんかもう、あ、もうクラスにこういうやつ一人いたなって思ったってこと。